はい、どうも、こんにちは、ガクチャンネルのガクです。今日はね、ちょっと、まあ、久々に、カバンのご紹介をね、2つ、ちょっとしようかなと思ってます。最近ね、バイクよく、前から乗ってますけど、バイクね、V ストを買って、ちょっとまあこう遠出もしたいなと思いながら、でその中で、カバンね、使い勝手のいいカバンで、あとこれもね、なんていうかな、バイクを修理出したりとか、新車で買って引き取りに行ったりするときとか、あと、なんかのときにね、ヘルメットをちょっとこう持ち運びたいなっていう場合がね、あったりして、でそのときにね、買ったバッグ、これをね、ご紹介しようと思います。まず、日頃から、バイク乗るとき使ってるバッグとして、このウエストポーチね、これを買ったんで、これのご紹介なんですけど、一般的な、ウエストポーチですよね、なんですけど、こうやって止めて、こうちょっと伸ばしてこう首からかけてね、こういう感じでも、つけれたりするやつなんですけど、結構ね、このなんていうかな、厚みがもともとあるんですよね。入れるところは2つ、1個目が、僕タバコとか入れてますけど、そんなに厚みはないんですけど、ここへメッシュの、中に入れる、僕マスクとか入れてますけど、こんなところが1つね、あって、でもう1つが内側にあって、僕財布とか入れてますけど、このね、1つ目のところはね、ちょっと財布とか入れちゃうとなんかこう厚みが出すぎてちょっと使いにくかったりするんで、2つ目のところにこう入れてるんですけど、こんな感じで使う分なんですけどね。僕なんていうか、買い物袋とかもこの2つ目のところに折りたたんで入れたりもしてますね。でこれね、いいところがなんていうかな、もう一個ね、ファスナーがついてて、今この厚みなんですけど、このファスナーをね、展開するとこうちょっとね、膨らむんですよ、こういう風に。だからあんまりね、言っても腰につける、基本腰につけて、その運転中ずっと腰につけてるんで、あんまり重たいものを入れると、こう歩いてたりするしてもやっぱり違和感があるんで、ちょっと、なんていうかな、重たいものは入れれないんですけど、例えばタオルとか、今から暑い時期になってくると、こう顔とか拭いたりする、冷たく感じるやつね、タオルとかを、そういうものを入れるのにはすごく便利なんですよね。なんていうかな、だから普段使いの時は、僕通勤とかにもバイク使ってるんで、その時はもうね、拡張しないでこんな感じで今入れてるもの、スマホもこの中に入れたりしますけど、この一つ目のところにね、そんな感じで使ってます。でここに穴が開いてて、今僕はもう AirPods 使って、ワイヤレスで聞くとしてもね、音楽聞くときも AirPods 使うんですけど、一応ね、この2つ目の奥側のところの物入れるところからケーブルをね、出してここへこうね、出すようにもできてます。だから僕はまだちょっとこれ買ってからは使ってないですけど、例えばヘルメットに、今これ撮ってる、オズマアクションとかを、つけて、でバイクから給電するのコード邪魔になったりしますから、この中にモバイルバッテリーを入れて、ここから、ケーブル出して、オズマアクションに給電をするとか、そういうのに使おうかなと思ってね、これもあるのがね、いいなと思って、これを選びました。であとね、裏側はこんな感じになってて、ベルトがね、ついてるんですよ。ちょっと僕も外しちゃってますけどね。このベルトは、このワンタッチでパチンってなるやつね、これがついてて、一応伸ばせるように両側になってるんですけど、真ん中のところがゴムになってますね。これで、ここの、これね、3段階見えるかな、3個通すところがあって、足のね、ところにこう、バンドくくるわけですね。
で、あの僕なんか結構ねガタイがごついんで、あのマックスまで結構伸ばした状態でパチンってやる、まあ、ちょっと残ってるかな、それでもね、あの普段はねやっぱりちょっと違和感が慣れてないのもあるかもしれないですけど、違和感があるんで僕は取ってます、あんまり使ってない。だからあのなんていうかな、普通に腰に、ね、つけてるだけでもそんなブラブラすることがないんで、あのなんていうかな、別に普通に使えてます。だからなんていうかな、まああのアマゾンとか結構ねいろんなメーカーから出てるやつ、こう足のとこにバンドするやつ、まああんまりこうこのポシェットが前とか後ろとか行ったりしないようにするためのものだとは思うんですけど、いるのかなねえ、なんか邪魔なだけないような気もするんですけど、まあ多分何かの用途に使う人はもしかしたらいるのかもしれないですね。僕はあんまりもう使ってないですね、あの足ベルトで。意外と重宝するのはこれ、ここにね D 管がついてるんですよ。まああの樹脂ですよね、のまあ D 管なんですけど、これが意外と便利。ここに、まあ、鍵とかあのカラビナーつけてパチンってね、つける、まあ、何かの時にこうここへつけれるんで結構便利だったりします。あとこれもねちょっと僕あんまりよく分かってないですけど、ベルトを通して使うやつかな、ここへなんかあのこの輪っかのついてるんですよ。これもね僕なんか物をちょっと刺したりして使うのに、意外とこの D 管とこのやつも重宝してるっていう感じですね。まあ、シンプルなあのウエストポーチなんですけど、あのまあそこそこ気に入って使ってます。まあ一応あの詳しく概要欄にね、Amazon またはホームページ、 Amazon のホームページもリンク貼っときますんで、またもしよかったら見てください。他のやつよりも結構容量入るからね、使い勝手はいいと思うんですよこれね。ほんであとこれはね、僕カバン結構好きでいろいろ持ってるんですけど、あのヘル、あの僕あの持ってるピークデザインのでっかいあのトラベルバッグっていうやつでもヘルメットはやっぱり入らないんですよ。で僕のしかもね XO サイズ、洗いのめっちゃでかいやつなんですよね。であのやっぱり何かね、まあ、あのやるときにこうヘルメットをねちょっと持ち運びたいときがあるんですよね。でそのときにねあの使おうために買ったんですよこれ、ね、でデザインもねシンプルで結構おしゃれっていうか、まああのなんていうかな、あんまり流行り廃りのないデザイン、シンプルなデザインで、普段使いも別にできるようなデザインなんで、これもね気に入ってるんですよ。でここはね、まあ、お財布とか小物をちょっと入れたりするようなところが、まあ、ついてて、で基本的な開けるとこって言ったら上ね、普通にチャック開けてリュックね。でヘルメット入れるところはこの後ろね、背負うところのやつ、ベルトをちょっとこうクリンと回して、この背負うところの背中の背当てのところを開けるとガボッとね、こういう風に開きます。でこれね、そう僕も買ってね、あんまり見てなかったんですけど、サイズが2サイズあるんですよ。僕はもうでかい方、 XL だったかな、これでかい方、3つくらいあるのかな、いや、まあ、2つか3つかサイズあるんですよ。僕は一番でかいやつ ね、一番でっかいやつだと僕のこの XO サイズのヘルメットも入るんですよ、ちゃんと、ほらほら、ちゃんとね、これでちゃんと入るんです。まあ今もあんのかな、僕なんかあの学生の時なんかは結構ヘルメットパクられてるやつとかね、友達とかでいてましたけど、今もあんのかなあの分かんないけど、であの結構ね、まあなんていうかな、学生の時とかグラフィック入ったね、なんかこうあのレプリカモデルみたいなやつをかぶったりしてたんですけど、その時はね、まあやっぱり持ち歩いてましたよヘルメット。まあこんなバッグもあんまりその当時はね売ってなかったのかな、まあなんていうか買うお金もなかったかもしれないけど、あの持ってなかったんで持ち歩いてましたよ。だけどこれね、ほら
なんかいい感じじゃないです。ちょっとデザインもなんかあんまりこうなんていうの、激しく主張しすぎない感じが僕は結構、気に入ってるんですけど。でちなみにね、ヘルメット入れちゃうとまあ、ここの小物入れちょっとここも パッツンパッツンになっちゃうんでね、あんまり物入れれなくなります。この上のところは結局ヘルメット履いてるところと同じところなんですよ。開けあの中のね、そのあれはだからこの上にちょっと服を入れれるくらいのスペースが余る感じになります。だから夏場でそうだな、だからなんか買い物とか行って、まあこういう僕なんかはこうねトップボックスとかつけちゃってますけど、まあこれを背負って行って買い物をするときにね、バイクウェアの上のちょっと薄いやつ脱いでヘルメットと、まあ上のやつをここ入れて買い物するみたいな感じになるんでしょうね。だから結構使いやすいと思いますよ。であとここもね、あんまり僕は使ってないですけど、この 背当てのところの下のところにチャックがついて、ここへちょっとね入れれるところがあります。まあ、ここはなんか貴重品とかをちょっと入れて、まあ背当てのところですからあんまりこうね、盗難とかに会いにくいっていうことで、多分そういうことでついてると思うんですけど、まあそれとか非常用のお金みたいなのをちょっと入れておくとか、あとね これもね、ここにねちょっと間がこう空いてて袋みたいになってて、ここへカードがちょっと入れれるみたいなんですよね。でまあこれどういう時に使うのかな、まあちょっとね、まあカード入れてみたらしっかり入るんですけど、ETC 僕は つけちゃったからあれですけど、 ETC つけてない時に、まあ、リュックを背負って高速とか行ったらこっから出したりすると便利だっていうことでついてるだと思うんですけどね、そういう用途に。はい、まあ一応こんな感じのバッグです、ね、これも Amazon リンク下にまた概要欄貼っとくんで、まあ興味あれば見てください、ね、2つ紹介しましたけど、こっちのやつはね、多分使う人は限られてくると思うんで、あれかもわかんないですけど、このポーチはね結構便利です。使ってみて、で正直ね、大雨はまだ当たったことないですけど、小雨くらいだったらね、全然ここは弾きます、水はね。ここはね多分染みてくる可能性はありますけど、小雨くらいだったら大丈夫でした、ね、はい。ということで、今日はこちらの方バッグ2つ種類ね、ウエストポーチ、バイク用のウエストポーチと、ヘルメット用の バッグでした、ね、またいろいろね、最近バイク用品多いですけど、紹介していきます。よろしくお願いします。そしたらさよなら。